なんかイベントやってる。それにしても遅いな、トーマ。ん？
翼？とりあえず取っとく。ちゃんと並んでください。すっごい。超やば。こんにちは。いつきくん？やっぱり翼だった。今日はトーマくんと一緒じゃなかったの？トーマが遅れてるんだ。だからしばらくここで時間を潰すつもり。トーマくんめ翼？今度キリアが渋谷のど真ん中でライブやるって知ってる？すごいよね。キリア？確か翼が好きな歌手だっけ？もうずっとおすすめしてるのにどうしてうろ覚えなのかな。キリアは今や日本の女性トップアーティストだよ。いつきくんも聞こうよ。気が向いたら。約束だよ。はいはい。その生返事聞く気ないよね。いつきくんは幼なじみなんだから、もっと私のお願いを真剣に聞くべきだと思う。決めた。キリア聞かなかったらパフェをおごってもらいます。もちろん特大の。それくらいならおごるけど、そこまでキリアを布教しなくても。そんなことないよ。だって私いつきくんとキリアの話したいもん。まあキリアの話は置いといて、話を戻すと、翼って大玉で何か用事？うまくごまかせたと思ったのに。いやいやいや、新世代のアイドル発掘オーディション、ワンオブミレニアムに出場予定の方は受付まで集合してください。翼？
新世代のアイドル発掘オーディション、ワンオブミレニアムも今回で最終選考。私は司会の50位テルです。